エイドリアン・ブリューは、アメリカ合衆国県タッキー州出身のミュージシャン、ギタリスト、ボーカリスト。プログレッシブロックバンド、キング・クリムゾンの元メンバーとして知られる。フランク・ザッパ一門の門下生。オーソドックスなギターテクニックはもちろん、多種多様なエフェクターを駆使して、ギターとは思えないような音色から、動物の鳴き声など多彩な音色を操るユニークな、 テクニックで知られる。エイドリアン・ブリューパーアトリオ時代1970年代から1980年代にかけては、フランク・ザッパ、デビッド・ボーイ、トーキング・ヘッズ、トムトム・クラブ等の作品やライブに参加し、セッションミュージシャンとして活躍する。1981年に再結成された、キング・クリムゾンに、ギタリストボーカリストとして参加する。初参加作品。 ディシプリン収録曲、エレファントトークでは、ギターでゾウの鳴き声を真似するという離れ技を見せた。メンバーチェンジの激しいキングクリムゾンにおいて、長期にわたり正式メンバーとして活動し、ロバート・フリップに次いで重要な役割を担っていた。しかし、2015年からの活動再開時には、参加していない。ローンライノー以降、ソロアルバムも、多数出している。 実験的なインストゥルメンタルアルバム、ポップな歌物、アコースティックギター弾き語り作品など、作風は多彩。また、キング・クリムゾンと並行して、ザ・ベアーズというポップロックバンドでも活動。1994年以降ナイニンチネイルズのアルバムにもたびたび参加しており、2013年には正式メンバーとして加入するが、同年6月に脱退した。 スタジオアルバムライブアルバムコンピレーションアルバムスタジオアルバムライブアルバムアーティストのせいまたはバンド名の50音順で記載ありがとうございます。